横田川原の戦いは、自称、樹栄の乱の中の戦いの一つ。信濃で拒兵した、源義仲らの諸源氏に対して、兵士法の越後の白女職が攻め込んで発生した、戦い。自称4年9月頃には、源義仲、源、近吉、井上三森などの信濃の源氏が、持ち人王の領事を報じて拒兵した。これを受けて、 市原の私付近で、兵士法の笠原氏と源氏法の村山氏や栗田氏との間で前哨戦があったが決着がつかなかった。それに対して、兵士は、信濃に隣接する越後の実力者上助職をもって対抗させようとした。翌日正5年6月、白助職は大軍を率いて、信濃国に侵攻し、天宮の私の対岸に位置していた。 川中島平南部の横田城に布陣する。それに対して吉中は、上州に隣接する作軍の与田城を拠点に、基礎州、作州、上州州を集結して、北上、6月13日横田川原において両者が激突する。その際、千曲川対岸から、平家の赤旗を用いて白軍に渡過接近し、城本軍に近づくと赤旗を捨てて、 源氏の白旗を掲げるという井上三森の奇策が功を奏した。また、越後軍には長旅の疲れや油断もあって9000機余りが撃たれたり逃げ去り、兵力では白軍にはるかに劣る信濃勢が勝利を収める。助職は負傷して300機ばかりで越後に逃げ帰るが敗戦後は離反者が相次ぎ欧州合図へと撤退することを余儀なくされる。その後、助職は 合図にて、欧州藤原氏の攻撃を受け底も撤退させられ、一連の戦いの後、上司は一時没落を余儀なくされる。一方勝利を収めた吉仲は、越後国府に入り、越後の実権を握る。この品の勢の勝利の後、若さ、越前などの北陸諸国で、反兵士勢力の活動が活発になり吉仲は後に、栗から峠の対将を得て、 北陸を制覇する基盤を獲得することになる。また、兵士は北陸の味方を失い、自称、呪衛の乱で不利な立場に立たされることとなった。なお、あずま鏡にはこの戦いは、呪衛元年10月のこと、平家物語では、同年9月のこととされているが、合戦と同時代の資料である玉葉では、自称5年6月のこととされているので、合戦の日付は、 玉用の記載に従うこととした。ありがとうございます。